昔昔、ある大きなお城に美しいお姫様が住んでいました。お姫様の誕生日に王様は金色のボールをプレゼントします。誕生日おめでとう。ありがとうお父様。このプレゼントが気に入ったお姫様は、庭に出るときはいつでもボールを持って出かけます。ある日、いつものようにボールを持って庭へ出ると、それを投げて遊びます。そしてボールで遊びながら小さな池のそばまでやってきました。するとその時です。高く投げ上げたボールを取り損ねてしまいました。ボールは転がっていきます。私のボールが、追いかけますが、ボールは坂道をどんどん加速し、ついには池の深い水の底に転がり落ちてしまいました。あー、待って。池のそばに座り込むと泣き出してしまいました。私の大切なボールが、どうしたらいいの。その時です。どこからともなく声が聞こえてきます。レベッ、美しいお姫様、なぜ泣いているんです？あたりを見渡しますが、どこから聞こえてくるのかわかりません。よく見ると、池のほとりで一匹のカエルが彼女を見ているではありませんか。カエルは彼女にさらに近づくと再び尋ねます。どうしたんです？なぜ泣いているのです？突然現れた話すカエルを見て驚きます。カエルが喋ってるわ。どうして？そうですとも。さあ教えてください。なぜ泣いているのです？我に返ると、怒ったことを話し始めます。お父様がくれた金色のボールが池の底に落ちてしまったの。どうすればいいの？カエルは足元までやってくると尋ねます。美しいお姫様、私がボールを取ってまいりましょう。その代わりお願いがあります。彼女は考えます。どんなお願い？もし私と友達になっていただけるなら、あなたとお城で暮らしたいのです。彼女は少し考えてからうなずきます。それを見たカエルはすぐさま池に飛び込みました。しばらくするとカエルは金色のボールを見つけて戻ってきました。ボールを手にしたお姫様は喜んでお城へ帰ります。池のほとりに取り残されてしまったカエルは叫びます。お姫様、私お忘れですよ。約束したではありませんか。レベッ、彼女は笑いながら答えます。あなたのような醜いカエルが美しいお姫様と暮らせると思って。レベッ、カエルをその場に残しお城へ帰っていきました。その日の午後、王様、王妃、お姫様は夕食の席に着きます。すると誰かがやってきてドアをノックします。お姫様に招待されたというカエルが部屋へ入る許可を求めているのだとメイドは言います。王様は驚き、娘に尋ねます。一体どういうことか教えてくれるかい？お父様。そして今朝池のほとりで起きたことを話しました。もしお前が帰ると約束をしたのなら、それを破ってはいけないよ。王様はカエルを部屋へ通すようにと命じます。しばらくするとドアが開き、あの小さなカエルがテーブルのそばまでやってきました。こんばんは皆さん。そして王様、感謝いたします。
そしてお姫様のお皿のそばに向かって大きく飛び跳ねます。彼女は嬉しくありませんでした。王様は食事を持ってくるように言いますが、カエルは断ります。大丈夫です、私はお姫様のお皿からいただきますから。カエルが彼女のお皿から食事を取ることに腹を立てますが、食事が終われば帰るだろうと考え黙っていることにしました。しかしカエルは食事が終わっても帰ろうとはしません。部屋を出ようとする彼女をカエルは追いかけます。夜になりカエルはすっかり眠たくなってきました。お姫様、眠くなったのであなたのベッドで寝ても構いませんか？父親に怒られるのではないかと考えると嫌だとは言えませんでした。カエルはふかふかのベッドに飛び乗ります。怒りをこらえつつベッドに入り眠ることにしました。朝になりカエルはお姫様を起こします。おはようございます、お姫様。もしもう一つお願い事を聞いてくれるなら、すぐにここから出ていきますよ。この醜いカエルが出て行ってくれるなら、そんな嬉しいことはないと考えます。いいわ、次は何？カエルは彼女を見つめて言います。私にキスをしてください。すると彼女は怒ってベッドから飛び降りました。何を言うの、そんなの無理よ。カエルの顔から笑顔が消えると涙が頬を伝います。彼女は考えます。わかったわ、こんなの大したことではないし、彼に二度と会いたくないもの。そしてカエルにキスをします。その時です、明るく白い光が部屋を包み込みます。そして周りが全く見えなくなってしまいました。そしてしばらくすると光が消え、視力を取り戻した時に彼女は目を疑います。カエルがいたその場所にハンサムな男性が立っていたのです。彼女は唖然として彼を見つめます。そして尋ねました。あなたは誰なの？カエルはどこへ行ってしまったの？お姫様、私は遠い国の王子です。魔女の魔法でカエルに変えられてしまったのです。ベッドで眠りキスをしてもらったのは呪いを解くためだったのです。助けていただけなければ一生カエルのままでした。それを聞いてとても驚き、そして喜びます。二人は王様にこのことを話します。娘よ、これはカエルが教えてくれた二つ目の教訓じゃ。誰しも真実を知らずにその外見だけで判断してはならぬのだよ。王様の計らいで王子は数日お城で過ごすことになりました。二人は最初に出会ったあの小さな池へとやってきます。僕と結婚して王国に来てくれるかい？そして彼女は微笑むとうなずきます。しかしその幸せの時を何かが邪魔をします。リベッリベッ、辺りを見渡すと池のそばにカエルがいるではありませんか。カエルが話し始めるのではないかと二人は息を呑みます。しかし何も起こりませんでした。二人は笑います。心配ないよカエルさん、いつか君もお姫様を見つけられるさ。その後二人は結婚し、いつまでも幸せに暮らしました。昔々あるところに12人の美しい王女と王様が住んでいました。この12人の王女たちは大きな美しい部屋に一緒に暮らしていました。王様は娘たちを大切に思っていたので、夜に外へ出ることを許しませんでした。
しかし朝になるといつも何かおかしなことに気づきます。王女たちの靴がたったの一晩でボロボロに履きつぶされているのです。王様は毎日新しい靴を買い与えます。しかし次の日になるとまた同じように擦り切れてしまっています。誰一人としてその靴の謎を解ける者はいませんでした。一体どうしてなんだ。たった一晩でなぜ靴が擦り切れる。私にもわかりません。そして王様は言います。この靴の謎を解いた者は王女の一人と結婚し、わしの後継ぎとなるのだ。そしていずれはこの国の王になることを許そうではないか。しかしもし3日でこの謎が解けないならば、一生牢屋に閉じ込めてしまうのだ。王国の若者だけでなく他の国の王子も謎を解こうとお城へやってきます。3日未満12人の王女の部屋の前に立ち謎を解こうとしますが、誰一人として解くことはできませんでした。そしてやはりその日も靴は擦り切れていました。その頃ある優しい青年がその謎を解こうとお城へ向かって出発します。その途中痩せっぽっちで貧しいいでたちのおばあさんに出会います。兄さんや、お腹を空かせたこのおばあさんにパンのかけらでもいただけませぬか。若者は持っていたすべての食べ物をおばあさんに差し出します。道中食べ物を分けてくれたのはこの若者だけだったので、とても喜びました。若者のその優しさに感動したおばあさんは、そのお返しにと魔法のマントを取り出します。このマントを身につければ姿を消すことができるのじゃ。12時の鐘が聞こえたらこのマントを使って王女たちの部屋へ入るといい。そうすれば謎を解けるじゃろう。だが王女が何を持ってきても口にするではないぞ。困った王女たちじゃよ。魔法のマントを受け取り再び城へと向かいます。お城に着くと謎を解くためにやってきたことを告げ中へと入ります。1日目、若者が部屋の前に立って見張っていると、一番上の王女がレモネードを持ってやってきました。喉が渇いているでしょう。あなたのためにレモネードを作ったの。どうぞ召し上がって。おばあさんの忠告をすっかり忘れ飲み干します。するとなぜだか突然眠たくなってしまいました。部屋へ戻ると一晩中いびきをかいて眠ってしまったのです。朝になると慌てて飛び起きます。魔法のマントを使って部屋に入ろうと思っていたのに。2日目、この日も王女たちの部屋の前で見張りをします。今度は違う王女がコップを手にして部屋から出てきました。一晩中見張りをしていた若者はとても喉が渇いていたので、何も考えずにそれを飲み干してしまいます。そうしてもちろん再び眠りに落ちてしまいます。朝になり目を覚ますとおばあさんの忠告を思い出します。王女が何を持ってきても口にするではないぞ。きっと眠り薬が入っていたんだ。するとそこに王様がやってきます。2日だったか。まだ娘の靴の謎は解けていないではないか。あと1日で解けなければお前は一生牢屋で過ごすことになるんだぞ。そう言うと王様は部屋を出て行きました。今夜謎を解かねばなりません。3日目、最後の日です。再び部屋の前で見張りをします。この日は一番末の王女が飲み物を持ってやってきました。
しかしもう騙されません。ありがとうと言ってグラスを受け取ります。そして王女が部屋へ戻ると近くの植木に飲み物を捨てます。そうしてその夜は見張りを続けることができたのです。夜も更け12時になるとマントをまとい姿を消します。静かにドアを開けると信じられない光景が広がっていました。そこには新しい靴を履き、髪を整え、美しいドレスで着飾った王女たちがいました。さてあの若者は眠ったかしら。一人の王女がドアを開け部屋の外を伺います。他の王女は聞き耳を立てます。すると若者はいびきの音を真似てごまかしました。若者が眠っていると判断すると部屋にあるベッドの一つを押し手を三度叩きます。するとそこに秘密の階段が現れたのです。若者は信じられませんでした。王女たちはその階段を降りていきます。若者もそれに続きます。その秘密の階段はとても深く長く続いています。若者はその途中ついうっかり王女のドレスを踏んでしまいました。ああ、誰かがドレスを踏んだわ。何を言ってるの、そんなわけないじゃない。階段を降りるとそこには森が広がっていました。美しい銀色の木々を抜けて歩きます。若者はその枝を折ると王女たちの後を追います。しばらく歩くと川のほとりにやってきました。そこには白鳥の形をした12艘のボートに12人の王子が乗って王女たちを待っていました。そしてみなボートに乗り込みます。若者も飛び乗りました。ボートがいつもより重いわ。もう一人乗ってるみたい。変ね。もうまた何なのよ。川を渡るとそこには美しいお城が現れました。中からは音楽が聞こえてきます。窓から中を見るとたくさんの人が踊っていました。お城に入るとすぐさま王女たちは踊り始めます。まるで疲れを知らないかのようにひたすら踊り続けます。もちろん靴は擦り切れていきます。お腹が空いた若者は我慢できずにテーブルの上の美味しそうなケーキを手に取ります。一番下の王女がこれに気づきます。あー、私のケーキがまるで誰かが食べてるみたい。そんなことあるわけないじゃない。若者は気づかれないように金色のカップを取りカバンに入れます。王女たちは朝まで踊り続けました。そしてボートに乗ると川を渡ります。森を抜け長い階段を上ります。そしてついにお城へと戻ってきました。王女たちの靴は擦り切れてボロボロです。ついに王女たちの靴の謎が解けて若者は大喜びです。しばらくすると王様がやってきました。さあ時間だぞ。謎は解けたのかい？はい、国王陛下。そしてことの一部始終を話します。王様はとても信じられませんでしたが、若者が森から持ってきた銀色の木の枝とお城の金色のカップを見て真実だと確信します。そうして約束通り王女の一人との結婚を許します。若者は一番下の王女と結婚したいと申し出ます。秘密をばらされた王女たちは快く思っていませんでしたが、王女の一人と結婚した若者は末永く幸せに暮らしました。昔昔あるところに王子様が住んでいました。王子様は結婚したいと考えていましたが、
お姫様が見つかりません。お姫様を見つけるために王子は世界中を旅して回ります。近くの王国のお姫様たちが王子に会おうとお城を訪れます。しかし王子はなかなか決められません。父親の国王は息子に本物のお姫様と結婚してほしいと願っていました。本物のお姫様を見つけられないまま何年もの月日が流れます。すっかり希望を失い悲しそうな王子を王様と王妃は哀れに思っていました。そんな悲しみに暮れるある夜のこと、窓の外では雷鳴がとどろき、ゴーゴーと嵐が吹き荒れていました。雷の音とその光に王子は眠れずにいました。そして花嫁となるお姫様のことを考えずにはいられません。召使いの一人は雨音と雷鳴が響き渡る中、誰かがお城のドアを叩いていることに気づきます。ドアを開けるとそこには雨に濡れて凍えた女性が立っていました。それは上品でとても美しい女性でした。寒さに声を震わせながら言います。中に入ってもいいですか？森で迷ってしまったのです。召使いは気の毒に思い、王様と王妃にこのことを知らせに走ります。こんな嵐の夜に追い返すことはできまい。城へ迎え入れろ。王様は家来にそう言います。そしてその女性をお城の広間へ迎え入れ、暖かい暖炉の前に連れて行きました。着ているドレスが雨に濡れてしまっているのを見ると、王妃は新しい服を持ってくるよう言います。そして王妃は彼女に尋ねます。こんな嵐の夜に何を探していましたの？私は遠くの国の王女です。お城が敵に襲われ、父と母が私を二人の兵士と共にお城から逃がしてくれたのです。しかし、嵐の中離れ離れになってさまよっていたとき、このお城を見つけたのです。王妃には話が本当かどうかわかりませんでしたが、彼女をお城から追い出すわけにもいきません。その頃王子はどんな子が来たのかと興味深げに様子を伺っていました。彼女は王妃がくれた新しいドレスに着替えます。そして髪をすっかり乾かすといつもの姿に戻りました。さらに上品で見違えるような美しさです。部屋に入ってきた王子はその美しさにすっかり魅了されてしまいました。しかし彼女が本当にお姫様なのかどうかを確かめねばなりません。そして王妃がそれを確認することにします。本当にお姫様かどうか今夜確かめましょう。その夜二人はおしゃべりを楽しみました。王子は彼女のことをもっと知りたいと思っていたからです。その頃王妃は彼女のために部屋を用意していました。ベッドにエンドウ豆を置き、その上に7枚のマットレスを積み上げます。彼女は用意されたその風変わりなベッドで眠ります。次の日の朝、王妃は彼女が目を覚ますのを待っていました。そして尋ねます。よく眠れましたか？お部屋を用意してくださったのはとてもありがたかったのですが、あまりよく眠れませんでした。あら、そう。
なぜかしら教えてくださる？背中が痛くて、まるで何か硬いものの上に寝ているようでした。それこそまさに王妃が待っていた答えでした。7枚ものマットレスを通してでもその違いを感じることができるなら、それはお姫様に違いないと考えました。王妃がその夜の出来事を話して聞かせると、彼女が本当のお姫様だと知った王子は、喜びを隠しきれませんでした。王子は王様にこのお姫様と結婚したいと告げ、王様もそれに賛成します。王子は彼女の国での戦いが終わるまで、お姫様にお城で暮らすよう言います。実は彼女の国を守るために王子が兵を向かわせていたのです。そうして王子はお姫様にプロポーズをします。結婚してくれますか？お姫様はうなずき、それから二人はいつまでも幸せに暮らしました。その夜、王子はあのエンドウ豆をガラスの箱に入れると、お城の一番目立つ場所に飾りました。すると、真の愛を信じる人たちがエンドウ豆を一目見ようとお城を訪れるようになります。こうして二人の幸せなお話は長い間語り継がれることとなりました。